ルプリエールロケット弾は第一次世界大戦でフランス軍が採用した空対空小衣ロケット弾であるイギリス軍やベルギー軍でも運用されているフランス軍中イーブプリエールにより開発されたロケット弾1916年に採用され水素機能に対して有効性が認められたため対戦中を通して対飛行船、対観測気球用に使用された ニューポール16戦闘機に装備されたルプリエールロケット弾19世紀にイギリス軍が用いたコングリーブロケットと同様大型のロケット花火そのものである。金属製の弾頭には黒色火薬200グラムが充填されており空気抵抗を減少させるために先端部には3、核水のコーンが被せられている。本体工具からは 長さ1.5メートルほどの木製の棒が伸びていて、飛行時の安定を保つ。ロケットは数発が主翼の支柱に取り付けられ、発射はコクピットからの電気点火により行われる。弾道は不安定なので有効射程は短く、正確な直線軌道を描けるのは100から150メートル程度で、あるが、命中時は当時の昇降系機関銃よりも、 格段に大きなダメージを与えることができた。ルプリエールロケット弾を用いたパイロットで最も有名なのは、ベルギーのエース、ウィリー・コッペンで32機の観測気球を撃墜したバルーンエースである。ニューポール11、16、17、スパド7、13、アンリオ HD1、ファルマン F20、F40、ソッピースベビー、ソッピースパップ。 ソッピースキャメル RAFBE2-12 ロケット弾の装備数は左右合わせて8発が標準だが、スパドは6発。ファルマン F40 及び BE-12 は10発であった。ありがとうございます。